どうも、トムヤンテニスチャンネルのトムヤンです。今回は、ボレーの、目線ですね。ボールが飛んできたものに対して、どういう風にラケットセットしたりとか、自分の体をセットしたらいいかっていうことをちょっと説明していきたいと思います。まあ、僕、ボレーのスリーポイントレッスンっていうのをやってるんですが、それにプラスアルファだと思ってもらったら結構だと思います。で、ボールが飛んできたら、まず感覚として、このラケットフェイスの面と自分の、まあ、胸とか顔の位置をできるだけ近い位置にセットしてもらえると、このフレームに当たる確率は少なくなってくるかなと。結構ボレーしててフレームショットが多いとか、まあ、手首が伸びてしまうとかいろいろ原因はあるんですけど、フレームに当たってしまったりとかちゃんとミートしないっていう方は自分の目線が合ってないんですね。ボールとの目線、例えばボールがここに飛んできたものに対してラケットだけをこうやって出してしまったりとかすると、全然目線が合ってないのでミスショットにつながってしまうんで、イメージとしてはカメラあるじゃないですか。カメラをこうピンと合わせに行くような感覚で、ボールを見てもらったらいいかなと思います。前から見るとこういうボレーをするんではなくて、ボールに対して自分の顔を合わせに行くような感覚、その横にラケットのフェイス面があると思ってもらった方がいいかなと思います。ですのでボールが飛んできたら、まずボールの高さに合わせてラケットをセットしに行くということをしてもらえれば、もうあとはミートしに行くだけになるので、ラケットだけをセットするんじゃなくて一回体をボールの高さに合わせて、セットしてもらえたらいいかなと思います。ですのでラケットこうやってちょっとボールをね、こうやってラケットだけで操作する。かなり上級者の方だったらこれでも、もう感覚があるんでできたりするんですけど、最初の方はしっかりボールに対して目線を合わせに行くようなイメージ、特に僕だったら低いボールとかだったらもうさらに目線を合わせに行くような感覚にしています。この辺のボールは結構ネットより高いんで、簡単っちゃ簡単なんで、やっぱりネットより低いボールっていうのは難しくなってくるんで、そういうボールに対してはもっともっと自分から目線を合わせに行くようなイメージでボレーをしてもらった方がミートする確率は上がってくるかなと思います。ですのでボールに対してしっかり目線を合わせるボールの後ろに自分を合わせに行く、目線を合わせてもらうことによってラケットと同じ、体とラケットが一体化するんでボールがしっかりヒットできるようになってくるんで、絶対にこういう状態が立った形でラケットだけをボールの後ろにセットしに行く、足とかもちゃんと使えてるんだけど、何かこう体とラケットが別の動きをしてしまってるっていうのが多い。これね、上級者の方だったら意外と多いんですけど、それは感覚が分かった状態なんで、まずはしっかりラケットのミートすること、ラケットにボールをミートさせることを覚えないといけないので、しっかり目線を合わせてボレーができるようにしてもらったらいいかな。今最後のボールとかちょっと低かったんですが、自分から目線を合わせてボレーしに行ってるんで、まずは目線を合わせるということすごく大事なので、はい、体ごとしっかりボールに合わせてもらったらいいかなと思います。ラケット操作するのはちょっとミスショットが多いなっていう方は、まず基本戻っていただいて体をしっかり合わせに行くということを覚えてください。はい、じゃあちょっと2種類のボレーをやっていきたいと思います。まず悪い例のボレーからやっていきたいと思います。目線を全く合わせず、まあ、全くというか、まあ、できるだけ合わせずボレーをしていくっていうのをやっていきます。はい、このようにラケットが合わない場合は、目線が合わない場合は、状態が立った形になるので、こういう風にはならないでくださいね。はい、はい、続いて目線を合わせていい例をやっていきたいと思います。
常にできるだけ自分の、目線、最初に構えている目線にボールが来た時は結構ミートは誰でもしやすいんですけど、やっぱ低いボールの時にできるだけ自分からボールに合わせて目線を合わせに行くということを意識してもらったら、ポジションもどんどん下がってボレーができるようになってくるんで、ロブ結構取るの苦手とかいう方にも有効的になってくるんで、はい、ぜひこれ目線を合わせてボレーするっていうのを覚えてもらったらいいかなと。こうやってねラケット持ってもらって、こうやって自分から目線を合わせに行って球出しのボレーの練習とかしてもらえると、すごく感覚分かりやすくなってくるかなと思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。